ンキースの主砲、アーロン・ジャッジ外野手の状態が上がってこない。20日日本時間21日の本拠地レイズ戦では、なんと4打席連続空振り三振。打率1割7分9厘78打数14安打、3本塁打、OPS682 に沈んでいる。ブーイングも起きる始末で、ファンはブーン監督、私は心配しています。いくつかの打席ではチームで一番ひどいバッティングをしている、と声を上げている。3番指名打者で出場したジャッジは屈辱の4打席4三振。打席に入った際にはファンからブーイングを浴びた。ニューヨーク放送局 SNY によると、ブーイングについて問われたジャッジは、もっとひどい時があったし、彼らの状況であれば自分も同じことをする、と笑みを浮かべながら話した。1年通してずっと調子が良い選手なんていないわけで、誰でも波があるのは仕方ないだろ。そこをいかに調整して短くするかどうかが一流と三流の違い。ジャッジクラスの選手でもこういうことあるだな。あれだけヤンキースに貢献してきたジャッジにさえ、ブーイングか。ニューヨークは厳しいからね。結果が残せなければジャッジとて例外じゃない。まだ開幕して1ヶ月経ってないとはいえ、スタントンの方が成績上になるとは予想もしてなかった。700本近く打ったアレックス・ロドリゲスでも長いスランプの時、大ブーイングだったから打たないと当然や。ジャッジ2割以下でこの叩かれよう。大谷リーグ1、2を争う打率であの叩かれよう。やっぱ1000億もらうとプレッシャーも桁違い。大谷翔平含め、高額契約の選手が、結果残さないと叩かれるという厳しい世界や。コールがいなくて、ジャッジがこの状況でも良いスタート切ってるヤンキースはすごい。やはり外の存在はかなり大きい。大体そうよ。大型契約したら誰でも気が抜けるって。ぶっちゃけ、やってもやらなくても給料は同じなんやから。長期の高額な契約をすると大体こんな感じになることが多い。年齢も年齢だしますますひどくなりそう。去年も半端ないホームランペースだからな。2、3試合に1本ホームランペース。今年も打ち始めたら止まらんやろ。